わなんかブーツもなんか凍りついてる。これラップテントにね、雪がどんどん積もってきてますね。ああ勘弁して、ああうまそう、ああもう最高やこれ。これ撮ったんですけど、ほら見てください、これ中ね、中華は寒い冬にちょうどいいかもしれませんよ、これ。よっしゃ、おお、できた。真冬でもね、この石焼きビビンバの入れ物を使うとね、あちあちで食べれますよ。おやすみなさい。だいぶ寒くなってるみたいですけど、今のね気温がねマイナス 4.6 度ですよ。かなり冷え込んでますね。寒い。もういろんなね、見てみたら器とかねキラキラ光ってね、もう凍ってますね。ああこのね顔だけはねどうしても寒くなるんですが、あとはね意外とこの寝袋の中はあったかく過ごせてますね。今回は正解でした。ああよかった。昨日の晩のね食べた麻婆豆腐がもうすごいムカムカしてます。すごいわこれ、お腹ぐるんぐるんしてる。なんか食べ過ぎたな。ゲップが出まくりや。あ逆流性になっとる。ちょっとあ星がめちゃくちゃ綺麗に見えてましたね。雪中キャンプにはねやっぱりね雪中キャンプの良さがありますね。いいわやっぱり、やめられないね。
ございますね。寝たままから失礼します。あー、いい朝になってますよ。気温の方はねマイナス3度ですが、かなり痛ついてます。でもね、朝焼けがめちゃくちゃ綺麗ですよ。目を開けた途端ね、もう朝焼けが綺麗なのが見えてるの、最高ですね。これはラップテントのおかげです。その分寒さは感じてますが、でも今日一日いい一日になりそうです。さあ起きてね、ご飯でも作ろうかな。前回と比べてはさすがにね、少し着てるものが多いんで快適でしたね。まあ、快適とまではいかないですけど、まあクリアできるほどの寒さでしたね。次はスキーやるときはね、もうちょっといろいろ工夫してみたいと思いますね。着るもの増やしたり、わあ、朝焼けがだんだん日が昇ってきてます。あ、早く日上がってくれ。木々の枝が相まってね、めちゃくちゃ綺麗です。これ枝ってなんだかいいですね。はじけはじけはじけ、もうね、これね、これ意外とね、これ取ったんですけど、ほら見てください、これ中ね、ほら雪がね、雪じゃない、これ呼吸がね凍るんすよね。呼吸がね、ここのね吐いた息がね、ここにね付着するんすよね。それが凍ってもう濡れちゃいますね。これ意外とそらすごいんよ、これ見て、これほらこれすごいっすよ、これ私の息。寒いはずやわ、これストーブつけよう。ワンちゃんたちちょっと、あれ電気毛布や、電気毛布、元気やな。足も服着よう。あー寒いっすよ。わー、なんかブーツもなんか凍りついてる、これ。あー余計冷たくないかな、これ。よいしょ。あー、はー、でもいいわ。早くジャケット着たい。ジャケット凍りついてるけど、このジャケット絞ってる、絞ってるよ、これ持ってるけど、来たら、ね、暖かくなりますよね。違う、わぁ、わぁ、寒い、冷たい。毎週濡れとる。よっしゃ、朝一番の仕事はね、こいつに火を入れることです。はぁ、寒い、寝袋の中は快適やった。こう考えたら、どこら辺だい、どこら辺いたかな、見えてない。あ、ついた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 、よっしゃよっしゃ、これでね温かい飲み物が飲みますね。あかん、寒い寒い、凍って出てこない、凍って、こんなあかんわ。それがポットのお湯をね、ポットのお湯もねちょっと冷えてるんで温め直しますね。これね、もうポットなんてすぐ冷えちゃうんですよね、これポットでも。すごいよ、本当にね。
あれ、湯気出とるよ。雪はね、どんどん降ってきてます。朝だから雪は降らないと思ってたんですけどね。オープン、おお、湯気いっぱい。ぜんざいの方になりますね。ぜんざいちゃん、朝からねぐんと血糖値上げていきたいと思いますね。開けちゃおう。よいしょ。すっきりぜんざいって書いてますからね。寒い時にぴったりですよね。温かいものが特に。あー、いい香り。めちゃくちゃいい香りですね。たまらん。雪やまんかな、ほんま。これね、雪やんでほしいです、せめて。うまっ、うま、めちゃくちゃ甘い。すっきりとか書いてるけど甘みめちゃくちゃ感じますね。ラップテントにね雪がどんどん積もってきてますね。勘弁して、勘弁して。さあ、朝ごはんにね豚キムチうどん作っていきたいと思いますね。もうお腹も空いてきましたね。回復しました、火の調子は。さあ作っていきましょう。よし、作っていきたいと思いますよ。まずはこいつ入れていこうかな。さあ、お鍋のまずはちょっとお湯入れちゃいますね。お湯が沸いて、あちゃ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 、やばいやばい。お湯が沸いてるんでちょっとお湯、ああ、お湯入れてと。そしてコチュジャン、コチュジャンの方入れていきますね。コチュジャンたっぷり入れちゃいます。たっぷりって言っててもね、大さじ1ぐらいですね。大さじ1でも多いぐらいな。ちょっと大さじ1に、キムチの方入れていきますね。キムチ、キムチが美味しいんですよね、本当に。よし、こんなもんでいいでしょう。もうちょっと入れておくか。白菜も持ってきてるんでね、後で足しちゃおうかな。よっしゃ。そしてここにね白だしの方入れていきますね。おだし少々。よっしゃ。そしてネギ、そしてネギの方入れていきますこれネギ凍っちゃってますね。めちゃ凍ってる。変な感じ、これシャリシャリになってますね。ネギも美味しいですからね。ネギ全部入れちゃおうかな。この間ね、それ調べてたらこの先っちょの方も食べれるらしいんで入れちゃってみます。
ケー、よし、ここにねお肉の方入れちゃいます。うまそうやわ。出てね、美味しいでしょ。よっしゃ、これでちょっとね火の方かけていきたいと思いますね。蓋をしちゃいましょう。よし、そろそろいいでしょ。開けてきますよ。おお、うまそう。香りがたまりません。そしてね、ここにうどんをね、煮込みうどんを買ってるんで、ちょっと早めに開けてね。ほら見て、このうどん硬い、なんか硬い硬い。こいつを入れて煮込んでいきたいと思います。できちゃいましたね、できちゃいましたっていうかね、もうね、うどんとかが多すぎて、具材が多すぎてね、鍋の中に入らなかったんで半分以上食べちゃいましたね。もうめちゃくちゃ美味しかった。よし、ここでね卵を落として完成です。食べてるけど、よっしゃ、うまそう。これうまいよ、めちゃくちゃうまいですね。キムチ鍋久々に食べたけど、こんなに美味しかったっけって感じ。簡単にこんなに美味しく作れるなんて、これはキャンプ飯でキムチ鍋やるべきやな。あー、うまそう。あー、もう最高やこれ。あー、 このうどん、このうどんミスったなこれ。このうどんミスったなこれ。あー、勝手焦げてます。ネギなくなっちゃってるやん、もうネギの形がもうグツグツしちゃしすぎちゃってね。あー、卵も潰れちゃったか。よいしょ。それではいただきますね。いただきます、いただきます。あー、もうかなり食べてるんですよねこれ。もうネギほとんど食べちゃいましたからね。もう全然入らんかった。欲張りすぎましたね。めちゃくちゃうまい。キムチナゲメーカーこんなに美味しかっただなんて。うどんもうまそうですよ。よし、それではね、どちらが、2人ともペコペコですからね、どちらが先に出てくるか。オープン。よっしゃ、ほら、ご飯です、ご飯です。あすけ、届かへん、水届かへん、水ちゃん届かへん。おっしゃ、
クロスしとるだね。帰る用意しなきゃな。はい、ワンちゃんたちもね元気でよかったです。よう食べてるわ。もうゆずちゃんもお腹いっぱいですね。あ、ゆず女子さん一粒だけ残ってるよ。残ってないかチェック中ですね。もうね、お腹の方もね満たされたんで、テントの方も片付けていきたいと思いますね。もう一泊したいわ、ゆっくりしたい。終わりましたね。あ、ラップテントの方も無事終わってよかったです。もうねあとは帰るだけなんで、このね帰るだけもね気をつけて帰りましょうね。皆さんね運転気をつけて帰りたいと思います。それでは失礼しますね。あ、お風呂入りたい。温泉やな。